対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーが、おっとカモネギこいつはなんかメガ進化じゃねえわ、なんか進化するらしいです。なんだっけ、ネギがないと。なるほどな、オノノックスとか入ってるし、なかなか強力なパーティーですね。これはカモネギでもな、今でもなんかその全くのゴミボケったわけじゃないですからね。あいつなんか確定急所戦術とか使えた気がするんだよな。そうだからね、めちゃめちゃ弱いってわけじゃないんだよね、カモネギ。これジュナイピング行くか、アローラベトベトンがいるか。ベトンちょっと嫌だな。ペリラグで素直に行けばいい説はあるね。ペリラグで行ってからのジュナイパーかルージュラ、どっちだ。ジュナイピングでいいか。えい、はい、対戦よろしくお願いします。結構ね、ジュナイパーは最近ちょっと注目してるんですよね。まあ、前からこいつ結構強いポケモンなんだけどね、まあ、なんかあんまりいない感じのさ、タイプ、まあ、草ゴーストって、まあ、そんなに数もいないけど、それに加えて、まあ、技結構優秀だし結構強いと思うんだよな。あー、でガブから来たか。これ引いてくんのかな、あいつ引く相手いるか。ベトベトンぐらい。ステルスロックとかから入ってくる可能性あるから、普通に冷凍ビームから入ろうかな。身代わりとかでなんか突かされても嫌だしね。このターン素直に行くわ。いきなり激凛ぶっぱとか最悪いいので、ステルスロックから来たか。あと家賃の場合にここで消耗させておきたいっていうのがある。あ、やっぱそうだよね。そうだ、家賃の場合に冷凍パンチ耐えられてラグダージュのがまあ技、まあ、ラグラージの技を一発耐えられるみたいな展開が嫌だったから、これで良かったと思うわ。でトンボ返りかな。一応ラグラージは出したいんで、ここは岩石封じておきで、まあ、レイビー押せばガブ倒せたんだけど、まあ、これでいいでしょう。でマリルリを考えるとね、ここグローパンチを積んでおきたいところではあるんだよな。まあだけど変に消耗させることもないが、こう交換はしてこないと思うしね。てどうせ積んだところでワンパンできるかというと、まあ言うけば怪しいと思うんで、ここは自信だな。さっきマリル自体はジュナイパーで倒せるから、ダメかだったら多分滝登りとかじゃれつか押してこないと思うんだよね。だからもしマリルリが来たらジュナイパーに引こう。でガブリアスを倒して、オノロクスとか考えたらね、ちょっとグロパンしておきたかったんだけど、マリルリの場合はカモネギ、しかも色違い、愛に溢れてるな。お前なんかできんのか、滝登り。お前なんかできんのか、ブレイブバードぐらいだろ、せいぜい。タスキ、まあ、ガブがやっちゃってことはこいつがタスキだよね。高速移動。あ、待って、カモネギってこいつノーマルタイプ入ってるんじゃないっけ。だからさ、鍵打ちで縛れないんじゃないか。こいつノーマルタイプ入ってるよね。てか、序盤取りはみんなノーマル飛行だった気がするわ。カモネギお前涙が止まんねえ。カモネギお前何がしたかったんだマジで。涙が止まんねえ。ただの起点じゃねえかこいつ。カモがネギしょってやってきた。フェロージュか。お色違い、まあ、これは滝もやった瞬間に勝ちだな。で滝のこいつだから向こうがこっちワンパンできないと思うんで勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。マジでカモネギあいつ何しに来たんだ一体。ありありのありでした。対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがアゴランドグロス、月光がリザードミミッケということで、アゴか。アゴはまあジュナイパーも有利ではないんだけど、モンジュガやったら耐えてくれると思うんで、つってもな、単純にきついポケモンが多いから、ジュナイパーは明確に有利というやつがいないぐらいだな。まあ、グロスはワンチャンあるかもしれないけど、逆にペリラグはまあまあ刺さってますね。あとハッサムも考えようによっては刺さってるか。
グロスとかランドには強いんだよ、ね、まあ、だから右3匹には強いんだよね。で、顎はまあ、剣舞を詰めればって感じ。だけど、月光河を考えると、やっぱりペリラグで行きたいし、ただ、リザードン Y の可能性か。これ、Y の可能性あるかな？なくはないけど。それが迷った時のルージュラちゃんで行きますか？困ったらルージュラの作戦で行くか。ルジュペリラグ。いい。はい、対戦よろしくお願いします。いや、これでも迷ったらルージュラマジでありなんだよな。もうガッサに近いからね、こいつの役割としては一発耐えて眠らせるみたいな。ガッサと比べて S が速いから上から通しやすいのと、あと技範囲がまあまあ優秀って点もある。リザードン、オッケーオッケー、これはね想定の範囲内。じゃあな、リザードン震えて眠れ。Y だろうが X だろうが一回突っ張れるな。やっぱタスキってアイテムが強いわ。できれば S 削ってるやつがいいね、理想は。で眠らせる、そしてペリッパーに引いてしまう。これが最高。もう一番いいのはあれだ、リザードン Y だね。 Y でかつ遅いやつ、ここで眠らせてペリッパーで雨降らせることによって完全なる機能停止に追い込むことができる。頼むわ KTB。 KTP ってなんだ、わかんねえ。お、Y、 これ Y は結構ね S 削ってるパターンもあるから上から通ればでかいし、まあ、仮に負けてても次のターンペリッパーに行けば雨展開できるからね、悪くないでしょう。できればここ S と勝ってってほしい。 OK、 勝ってる、しかも当てる、いいね。これはねルージャーの助けも残せるし最高の展開。やっぱ Y 結構削ってるやつが多いな今。こいつのなんかパワーをね、ただでさえ高いパワーをさらに高くしたくなる、その気持ちは。そう、乾燥肌ってそうだ、日照りで日焼けしちゃうんだった、忘れてた。何事かと思ったわ今。そうだ、タスキ残せてないじゃん、まあ、雨降らせば残せるんだけど。やべえこれ、やらかしたわ。雨降らしたらリザードの火力マジで弱くなるから。相手はメタン消化してくるかもな、もしかしたら。ペリッパーのこと舐めたら、もうネットで行こうかな。ネットそこそこあのポケモンに通ってんだよね。相手絶好の眠り消化をしてこなかったが、まあまあまあ、それはそれでいい。ランドロス、おっと、これあれか、とりあえずトンボ返り読みだねこれ多分。だネット押してるからな、これ結構痛いぞ。直帰の場合はもちろん落ちないけど、あ、直帰だね。ただそれでもこんだけ入るから焼ける可能性もあるし、焼けはしない。ここでトンボだね。ここでリザードンに引いてくるかもしんねえから、あのトンボ返りかだとかね。仮に突っ張ってくるんあればトンボからラー、あ、やっぱ引いてきた、これリザードンだよね。ここで水技食らうと痛いからってことでもリザードンでしょ。オッケーオッケー、これは問題ない。これもう一回ペリッパー出せばいい話なんで。でちょっとルージュだ、これ以上日焼けさせるとちょっとお肌がねかわいそうなことになっちゃうんで、ここは一旦ラグラージですね。まあもうどうせ出すとかラグラージってのはバレてると思うんで。リザードンの強いところはやっぱりメガ進化で天候取れるところなんだけど、リザードン Y ね。ただやっぱね、結局天候ポケモンっていうのは、まあ一回メガ進化しちゃえばね、次からは普通の天候ポケモンと一緒なんで、リザードンも。なんで、まあこの、後出しの天候ポケモンにそれほど強くないっていうのは、まあ、弱点とは言えないけど、まあ、ちょっと弱いところではありますね。特にリザードンってこいつ島高いんだけど、メガゲンガーみたいなホみたいな高さじゃなくて、あくまで一般ポケモンと比べたら高い程度の高さなんですよ。もちろん高いんだけどね。だからこの雨の状態で炎技を打って倒せるみたいなめちゃくちゃなパワーではない。はい、さあ次ランドにはもう引けねえぞ。ここねどうでいいかな、引いてきた、ランドロス OK で、ランドは突破。天候相手はこれだからな。天候相手はあの数の有利取ればだいぶ有利になるんで、まあ悪くないね。でここでリザード来た場合はトンボかな。フリッパーの行動回数に制限かかってるけど、どうしようかな。ルージュラを切り気味で投げるかどうかみたいなところがある。これ多分炎技が飛んできそうな気がするんだよな。ソーラービームもあり得るけど、まあ、何しろペリッパー一発技耐えられるから、ここはトンボですかね。
ここはさすがにリザード落ちるだろうけど、フリッパーがワンパンはされないはず。ソラビーム、まあ、これも痛いんだけど落ちることはないから。ソラビーム行ってみだったらね、ルージュラで一回受けるみたいな前だったのかもしれないけど、まあでもルージュラ落ちるから、いやそれタイプ不一致ソラビーじゃ落ちないか。オッケーオッケー、フリッパーリーフってるからまあまあ硬い、いいね。でここはねルージャでもう一回眠らせに行くでいいと思うな。こうペリッパーとランケするとヤスラとかで殺される可能性あるから、ちょっとやりたくないんだよね。だから S 勝ってるって分かってるルージュラで攻めた方がいい。ちょっと日焼けは我慢しろルージュラ。でここは悪魔のキッセ、催眠中とか言ってるやつはぬるいんだよな。ポケモンバトルを全く分かってない。勝つのにね卑怯もクソもねえから見とけ。これが俺のやり方だから見とけよマジで。全員眠らせて終わりだわこんなの。ほら眠れ、恐れおののくがいい。まあ、ここ引いてくるとしたら誰だろうね、誰だろう、わかんねえマジで。ここ外すとね一気にきつくなるんだけど、まあペリッパーで雨展開できるし、ガチで無理ってことはないね。考えてんの相手このルージュだが怖いだろ。このポケモンマジで恐ろしいだろ、対戦相手の人。こいつはやれる女なんだよな。めっちゃ考えてんじゃん、まあ、これ悪魔のキスしますって言ってるようなもんだからな。あと相手ここでも一応ペリッパーバックも少しは考慮しなきゃいけないところですね。もちろん悪魔のキスを一番警戒してくると思うけど OK で、まあこいつはまだ残します。どうせ削ってもリザードを倒せはしないんで、サイコショック2発でもリザード落ちるかっていうと怪しいからまあ C そこそこあるんだけどルージュラは、まあ、ただサイコショックレベルだからなパワーは。でここでペリッパー出してトンボ返りかな。最速攻撃されてソーラービームされてるとちょっとまずいんだよね。なかなかここでソラビアを押せないと思うけど、押してきてた場合が少し厄介。ルージュラも HP90 じゃ耐えないだろうしな。まあでもソラビー押してきた場合はルージュラギリだね。炎罰だったらとりあえずいいんで、起きた場合でもダメ降らして、エアスラがちょっと嫌だけどね。引いてきた、お月光花か。これはルージュラさんちょっとここで終わりだ、お前の出番は。まあでもね、月光河の技ってルージュラ結構受けれるからな。水技は効かないし、氷は半減だよね。で、悪波持ってる月光河がまあまあ少ないってこと考えると、あんま通る技がないと思うんだよな。で、ルージュラちゃん。ベビー、オッケーオッケー、これはいい。まあ、ここラギラージバッキまで来るとあんまり中途半端な技を押せなかったって感じかな。ああ。で、乾燥肌で回復と。ここ殴るでいいかな、サイコショック。リザードに引いてくる可能性もまあなくはないけど、その場合でも殴るでいいね。オッケー、引いてきた。サイコショックのダメージ次第でもつけも殴っていいかもしれないんで。ルージュで活躍しすぎじゃない君。おいっと。やっぱ落ちないね、落ちはしないわ。ただこれ最強的には次は相手受け出しできないから、フリッパー投げてって感じかな。まあここ眠ってること期待するのって殴った方がいいんだけど、まあ、最速起きの可能性もありますからね。ダメフラッシュ、相手はグーグー眠ってる、はい、オッケーオッケー。でここはトンボ返りでいいね。そろそろ相手リザードン突っ張り出す頃だとは思うんだけど、まあ、ここ熱湯を押すわけにもいかないからな。月光が来た場合がちょっとめんどくさいから、結局トンボでいいね。引っ込めた、はい、まあ、トンボ返りのダメージは抜群とはいっても全然入んないだろうけど、一応タスキーくらいは潰せるんで問題ないと。やっぱルージュだとこのペリラグいいわ。ルージュだとタスキーを利用した催眠がまあまあ有効なのが強い、本当に。
やっぱさ、ガッサと違うのは S の速さみたいなところがあるから、リザードをね結構抜ける可能性があるぐらいの素早さっていうのは強いよね。でここが滝登り、月光ガニはまあ通りませんが、リザードには通るからな。でここで滝登りが入ればリザードもあのルージュダの技圏内なんで、リザード自体はもう倒せるようになりますね。まあ、ここラグラージ残すんだけどね、残すんだけど、ここで滝登りが入って仮にリザードン倒せなくても、これはこれで有利のはず。はい、あ倒せたか、オッケーオッケー、それはそれでいいや。でフェリッパーで一応だけど草結びとかが嫌だからここ引こう、フェリッパーに引きます。あの雨降らすデメリットとしては水技の火力が上がっちゃうことなんですけど、結局ラグラージュより先に動ける技ってもう手裏剣しかないから特に困んないんだよね。で月光花がスカーフとかあった場合は水技をした瞬間に勝ちなんで、ルージュだから乾燥肌だから、だからこれでいいと思う。相手の火力も上げちゃうけど、やっぱそうだよ、結びあるよね。そうこれあった場合に負けるかなと思ったんで、この動きで正解のはず。結局素早さ上げるメリットの方がでかいからね。でここは暴風でいいな、変に磨いとか残されても嫌だからね。結び、はい、スカーフ草結びの前にルージュラが通されると負けるのが、まあ、それはなかなかないと思うけど、53って怪しいかもね。でも、まあ、スカーフ草結びはさすがに考慮できないわ、見たことねえし、スカーフ月光が見たことだけど、スカーフ草結びまでは見たことないからさすがに考慮できないわ。で冷凍パンチと、あ、オッケーオッケーオッケー、これ絶対飛びますね。月光が耐久力柔らかいんで、はい、対戦ありがとうございました。なかなかの激闘だったな。